皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回はニコンの Z のカメラを使っている方で、ちょっと F マウントのこういったレンズ使いたいなって思っている方もですね、たくさんいらっしゃるかと思いますので、 F マウントのこのレンズ、ニコンのレンズを使うためには、この Z のカメラで使うためにはですね、こういった FTZ マウントっていうのが必要になります。はい、なので今回はこの FTZ マウント、この FTZ2 をですね、ちょっとご紹介をしていきたいと思っております。私自身 FTZ マウントのこの1の方をですね持ってるんですけども、2ってどこが違うのっていうところのですね、お話ちょっとしていきたいと思ってますので、今回ニコンさんからちょっとこちらのですね FTZ2 のですねマウントアダプターちょっとお借りしてますので、ご紹介をしていきたいと思っております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、ニコンの Z のカメラ使ってる方で F マウントのレンズ使いたいよっていう方もですね、いらっしゃると思いますので、今回この F マウントのレンズを使うためのですね、この FTZ マウントアダプターっていうところのですね、今回はこの2をですね、ご紹介をしていきたいと思っております。こちらですね、ちょっとニコンさんからお借りしてるので、まあ、よかったらですね、参考にしてみてください。じゃあ早速ですね、ちょっと開けていきたいと思っております。はい、こちらがですね、FTZ マウント2ですね、FTZ2 ですね、マウントアダプターになっております。はい、まあ、こういうふうに丸い形になってますね。で、ここに、こっちをですね、まあ、Z マウントの方につけていただいて、反対側、こちらを F マウントの方ですね、レンズをつけていただいて、これで F マウントでも AF が使えるっていうところになってますので、まあ、こういったですね、マウントアダプターが必要になってきますよっていうところになっております。で、私が持っているこの FTZ マウント1の方ですね、初代の FTZ マウントの方なんですけども、ここにですね、台座があるの分かりますか？この違いとして台座がある、なしっていうのが、この違いとしてありますけども、ちょっとここ外しましょうか。はい、ここに台座があるかないかっていう違いがあります。これがめちゃくちゃですね、大きいんですよ、実は。この私 FTZ のこの初代のやつを持ってるんですけども、ちょっとこのですね、台座があることで使いづらいっていう場面が結構あって、あんまりこのですね FTZ って使わなかったんですよ。ちょっと使い勝手が悪かったので。それがこの2が出て、この2でそこをですね改善されてきたことで、かなり使いやすくなってますので、これでですね F マウントのレンズはですね、もうめちゃくちゃ使いやすくなったかなってところになってますので、何が違うのかって、この台座があることなんですけども、じゃあこの台座があることでどういうところが変わったのかっていうところのお話をしますね。で、ここにですね、まあ、Z5 があります。で、ここに例えばこのアダプターを取り付けます。はい、取り付けました。はい、こういうふうにですね、まあ、取り付けて F マウントのレンズをつけて使うことができるんですけども、はい、じゃあまずちょっとこの F マウントのレンズをつけてみますね。はい、こういう風につけて、これで AF も使うことができます。Z のカメラでもこういった F マウントのレンズをこれで使うことができます。これなんか 105mm の F1.4 の紙レンズって言われているものなんですけども、こういったものまでですね、まあ、この Z で使うことができます。はい、まあ、これ嬉しいですよね。これでもめちゃくちゃ撮ったらめちゃくちゃいい写りするんじゃないか。AF もですね、しっかり使います。はい、問題なく AF もですね、わかりますかね、音が鳴ってるの。まあ、これいいんですよ。このレンズですね、このレンズもちょっとニコンさんからお借りしてるんですけども、このレンズもですね、紙レンズって言われてるぐらい 105mm の F1.4 のですね、レンズっていうのは、まあ、ちょっと使ってみたかったなと思ったので、まあ、今回この Z5 とですね、まあ、合わせて使わせていただいております。で、この初代のものなんですけども、ここ台座があるじゃないですか。これがあることによってちょっと不便だったんですよ。というのがですね、皆さん三脚に乗せるときって、こういったクイックシューっていうですね、アルカスイスのですね、もの、互換性のものをですね、使うかと思うんですけども、実はこれここに台座があることによってここにつけれないんですよ。で、こっちの FTZ の方につける形にはなるんですけども、こっちの本体の方につけれないんですよ。これがめちゃくちゃ使い勝手が悪くて、しかもこれ台座にですね、このクイックシューをですね、つけたままで、わかります？当たって外れないんですよ。当たって外れなくてですね、ここが。
はい、ここがすごく不便で、外すときもこれを外さなきゃいけないっていうですね、ものになっております。で逆にですね、これ、一旦外しますよ。でここにつけたとします。まあ、普段ですねこういうふうにつけっぱなしにしてる人も多いかと思います。はい、クイックシューですね。これで三脚に普通にポンとですね、乗せて、まあ、すぐに装着できるんですけども、ここに装着してることが多いかと思うんですけど、こういうふうにですね、装着してるとここはちょっと出っ張ってるので、これが、はい、もうつけれないんですよねつけれないんですよ、ここ引っかかってなのでいちいちここを外さなきゃいけない、三脚に乗せるときはこれをまた付け替えなきゃいけないっていうですね、すごくですね煩わしい、すごく煩わしかったんですよ、これをですね使うっていうのが。基本的にはですね、もうそれがもうすごくめんどくさかったので、 FTZ マウントはですねもう全然使わなくなったんですよね。ただ見ていただくとですね、こっちはやっぱりですね、この台座がないからですね、すぐにつけることができます。はい、なのでここに例えばね、三脚に乗せるためのクイックシュー、ここにですね、まあ、つけてたとします。まあ、普段から私もつけてます。はい、三脚もですね使うこと多いですので、まあ、こういうつけっぱなしにしてることが多いかと思います。でそこでこの FTZ マウントつけれるかというと、普通につけれます。もう当たらない、普通につけれます。はい、そしてこの F マウントのレンズもそのままここにつけることができる。台座をつけたまま、このですね、クイックシューつけたままここにつけることができるっていうのはもう完璧、完璧というか、なぜ最初にこれをしなかったっていうぐらいですね。まあ、ちょっと、この台座がですね、この台座がすごく邪魔だったんですけども、これがなくなったっていうのが、この FTZ2 のですね、マウントアダプターになってますので、まあ、これでかなり使い勝手っていうのは向上しました。なので、このクイックシュー、ここですね、これをつけっぱなしでも OK。っていうところですね。こっちの FTZ マウントの方にこの台座がなくても、ここに別にですねクイックシューつけなくても、本体の方につけておいてこれを外さなくてもいいっていうのが一番ですね使い勝手がいいと思いますので、それができるようになったっていうのが FTZ2 のですねマウントアダプターになってますね。このようにですね、まあ、使うことが、まあ、普通にできる、まあ、快適に F マウントのレンズも使うことができるっていうところになっております。これはもうかなり便利なので、こっちをですね、まあ、ぜひ使ってみていただけたらと思っております。でこの FTZ マウントなんですけども、こちらがですね2万8000円ぐらいだったかな。そうですね、この旧タイプの方がニコンダイレクトの方で2万8000円税込みの方になっております。でこっちの新タイプ Z、この FTZ2 のですねマウントアダプターの方が3万3000円税込みになっておりますので、まあ、5000円高いんですけども、圧倒的に使いやすいのはこっちになっております。さらに言うとですね、今、ニコンがクリエイターズ応援キャンペーン、ニコンクリエイターズ応援キャンペーンっていうのをやってます。でこれを購入すると、まあ、キャッシュバックが5000円つきますので、こっちの FTZ マウントアダプターの、まあ、初代のやつと価格って変わらないんですよね。はい、なので今購入していただくっていうのがこの2としてはすごくお得、2万8000円ぐらいで購入できます。この初代のタイプと同じ価格で購入できますよ、キャッシュバックがあるからですね。はい、なのでその分でですね、やっぱりこっちのですね FTZ2 はですね、まあ、かなりおすすめです。はい、なので FTZ2 のマウントアダプターを使って F マウントのレンズを使うことによって、かなり安いレンズもですね手に入れることができます。例えばここにあるですね 50mmF1.8 のこのレンズなんかも2万円ぐらいで買うことができるレンズになってますので、かなりですね安くで手に入れることができるんですよ。 F1.8 の 50mm の F1.8 で2万円ぐらいなんですよね、新品で。かなり安いんですよね。で F マウントのレンズってめちゃくちゃ種類多いですし、まあ、価格もそれなりに安くで手に入ることができるっていうところで、まあ、Z マウントのレンズがちょっと高いなって思ってる方はこの F マウントのレンズを快適に使うことができる、もしくはですね Z マウントのレンズでないものっていうのもたくさんあるかと思います。例えばこの 105mm の F1.4 のですねレンズなんかはないので、ここでですね F マウントで使うことができる、この FTZ マウントを使うことによって使うことができるっていうのもすごくですね、まあ、使いやすくなってます。これによって AF も普通に Z と同じ感覚で使うことができるっていうのはすごくおすすめな点なんじゃないかなと
というふうに思ってますので、この F マウントのレンズを使ったからって画質が落ちるとかそういったこともほとんどないので、こういったですね、まあ、クオリティの高いレンズもですね使うことができますよ、いろんな表現の写真をニコンの Z マウントのレンズに使うことができますよっていうところは、まあ、かなりですね幅広く、レンズの幅がかなり広くなってくるので、まあ、おすすめなのでぜひですねこれ使ってみていただけたらと思います。まあ、こっちのワンだと、まあ、ちょっと安いんですけど、2万8000円ってちょっと安いんですけども、そういったこの台座がすごく邪魔で使い勝手が悪いので、2の方を使っていただいて5000円高いんですけども、クリエイターズキャンペーンの方で5000円キャッシュバックあるので、その分でこの分とですね、この初代のやつと価格は変わらないので、そこのですね、今このキャンペーンのうちに購入していただくのが一番いいのかなっていうところになってます。そうすると、まあ、大体キャッシュバック入れて2万8000円ぐらいで購入できるので、かなりですね、お安くこういった F マウントのレンズも使うことができるものになってますので、ぜひこの辺ですね FTZ2 ですね、よかったら試してみていただけたらと思います。1を持っている方はですね、まあ、売って2に買い替えてもその価値はあるのかなというふうに思ってます。はい、なのでそういったところでよかったらですね、いろいろ参考にしてですね、この F マウントのレンズでもですねちょっといろいろ撮って、まあ、この FTZ2 のですね、まあ、このマウントアダプター、私もちょっとこれ欲しいなと思ってるので、こっちのですね初代のやつをこのまま使うか2を使うかっていうところで、ちょっとですねこれ使い勝手がかなりいいので、こっちの2に買い替えようかなっていうふうに思ってるので、まあ、F マウントのレンズもですね、まあ、いろいろちょっと使っていきたいなっていうふうには思ってます。よかったらその辺ですね参考にしてみていただけたらと思います。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっております。この FTZ のですね2のですねマウントアダプターの方ですね、よかったら使ってみてください。このチャンネルではですね写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm